多くの方はピラミッドを返す上で手をどのように返すかと誤解があります。ハンドファーストインパクトをするためには手は何もしないということ、飛距離が出ないというポイントで悩んでいらっしゃる方はこれをしっかりと練習してみてください。こんばんは、中井岳です。今回皆様にお話ししたいことは手です。実は私、巷では手はなるべく使わずに体をしっかり使って打ちなさいという第一人者とありがたいことに言われております。で、巷では多くの場合こう手をどのように使って打てばいいかという話が多いです。で、その話の延長線上にあるのはどちらかというと体を使わずに腕をしっかり振ってクラブを振る、それによって飛距離が出せるんだよという話です。これは僕の考え方から言ってまるで真逆なんじゃないかと思われるかもしれませんが、実際に手を使うという意識だけで距離も方向性もしっかりと出してらっしゃる方がいらっしゃるのも事実です。じゃあなぜそういった手打ちがいいのか、もしくはボディターン、体で打った方がいいのかという話が起こるかというと、どの考え方にせよ、うまくいっている人はある程度正しくこの手を使っているからなんです。ということで今回はもうどのような理論、どのような打法、どのような考え方、もうそのあらゆる方々にとって共通していただきたい手の使い方、これをしっかりと解説していきたいと思います。というわけでずっと言ったかった手の話スタートです。今回の手のお話はインパクト時におけるハンドファーストです。で、なんだハンドファーストまた言ってらってなると思いますけども、このまあ俗に言うボールを捉えるときにインパクトで手元がこのボールのラインに先に入ってきて、クラブが後からこのボールのラインに到達、この手元が先行する形で捉える、これがハンドファーストで、これがないと遠くへ飛ばない、そして方向性も良くならないというふうに言われています。で、実は手をなるべく使わないでいただきたいというふうにずっと言ってきた理由は、このハンドファーストがほどけてしまうことによって落ちる距離の幅が恐ろしいぐらいにあるということなんです。もちろん方向性も安定しません、まあ、それはこれからご説明しますが、多くの方はその手の返し方、もちろんクラブヘッドを返さないとボールが飛ばないというのはどのスイングでも同じです。ですがそのクラブヘッドを返す上で手をどのように返すかというところで非常に多くの誤解があります。で、実際にハンドファーストでインパクトを迎え、そしてその後クラブがリリースされて手とヘッドが返るというのが理想のインパクト形です。ですがここで多くの方はその返しというのをこのような手首をこれフリップ、要はこの逆側に折ることを言うんですけども、こうやって折れてしまう、この動きが伴う手の返しを実際に手の返しと感じてしまっている方とても多いんです。実際にトップからダウンスイングでこの手を返すようなイメージで戻してきます。そうするとこの手首はこちら側ですか、フリップ側、このように折ってしまうことによってご覧のようにハンドファーストはなくなってロフトが開いてクラブが真上を向いてしまう、こういった動きでインパクトをしてしまう方が非常に多いんですね。これが実は飛距離が出ていない一番の原因です。で、なぜこのようなことが
起こってしまうんでしょうか。まず一つ目は、今のクラブが長くヘッドが大きくなりました。まあこれはドライバーの話ですけども、そうすることによって結果的にスライサーが非常に増えました。フェースを戻してくるということが苦手になってしまった方が多くなりました。結果的にここでどちらかというと手元を使ってキャスティング、要はクラブを早くほどくことによってインパクトでスクエアに戻してきた方がいいという話がいっぱい出てきてしまいました。これによって実は飛距離が落ちてしまっているんです。ここでダウンスイング以降すぐにここでクラブヘッドをほどいてしまうと、結果的に遠心力が一番かかるピークがこの位置で終わります。ですから打つ前に遠心力がかかってしまいます。結果的にボールの手前にヘッドが落ちてしまってダフることが多くなります。それを皆さん嫌がって左肘を抜いて、結果的にボールの高さにクラブヘッドを合わせてきます。これも同じようにロフトが増えてしまってハンドファーストのインパクトができません。ですのでダウンスイングですぐにクラブをほどく、もしくはインパクトでフェースが開いているものを間に合わせるためにこのように手首をフリップさせてしまう、これによって実はハンドファーストが全く起こらない手の返しが生まれてしまっているわけです。ではここでどうやればハンドファーストに打てるのというところをご説明したいと思います。これ実は、まあ、多くの方はとにかく手元をこのように、まあ、飛球線方向に対して恐ろしく先行させてこうやって打ってくるというふうに思いがちなんですが、実際にはこんなにハンドファーストに入るということはほぼありません。実際にはこれが、まあ、全くのハンドファーストのない状態だとすると、まあ、ここでしっかりと、まあ、腰を入れる状態でグッと、これが0度だとすると45度ぐらいまで腰をグッと両足を引っ付けたままですが、かかとを浮かせないまま開いてみてください。そうした時にこの位置から勝手に手元がグッと少し飛球線方向に勝手にスライドします。このスライドは何かというと、腰が動いた分だけ少し肩もそれにつられて少し開いていきます。ですから左サイドが後ろにぐーっと回っていく分だけ左肩の位置が少しだけ後ろに引っ張られて、それによって結果的にこのようにハンドファーストの形が出来上がります。このイメージだけを持っておいてください。実際に手は何もしなくても正しいポジションを迎えることができます。ですので手元の感覚でキープをして打とうとせずに、なるべくトップの位置から手はほどこうとか、もしくはためようとか、もうそういったことは一切考えずに、しっかりと左腰だけ回してあげるようなイメージ、そうすることによって勝手に戻ってきます。これが例えば少し手打ちの人が腰の回転を止めて手だけが戻ってくると、この角度は当然あまりうまく取れません。ですので手元を前に出そうとします。そうすれば今度はフェースが開いてしまってネック方向がボール側についてしまうので、これシャンクになる可能性があります。ですのでなるべくしっかりと左腰を開いて手元は何もしないというイメージのバックスイングインパクト、バックスイングインパクト、この動きを繰り返し行ってみてください。あとはこのイメージのまま球を打っていただいてもいいですし、この素振りのイメージのまましっかりとゴルフ場で通常に球を打っていただいても構いません。まあ、ここにおける手の話というのは、ハンドファーストインパクトをするためには手は何もしないということ、それが実際トップからインパクトまでの手の感覚なんです。今分かりやすいようにサンドウェッジを使ってこの角度の説明をしています。ですがドライバーからウェッジまでずっと全てのクラブ同じです。要はこの動きだけチェックしていただければ
割と強く打たなくても軽いスイングだけでもボールが遠くへ飛んでいく感覚、理解していただけるかと思います。やはり飛距離が出ないというポイントで悩んでいらっしゃる方は、これをしっかりと練習してみてください。